来るの一番楽しみなのはうどんでね、今まで5、6軒入ったんだけど、外れがないんですよ。本当に来るのあんまり気重いんだけど、うどん食いたくて、ほら、卑しいんだな。時が行けば行くほど、舌だけが明らかになってきちゃってね、下に自分がついて歩いてるような感じ。下の後ろを自分がちょこちょこっとこうくっついて歩いてる感じでね。いや、今日ももううどん食ったからもう帰りたいのよ、ほんと。ほんとうまかった。安いしね。安くてうまいものってのが文化なんですよ。高くてうまい、当たり前、そんなもの。手間暇かける、当たり前、それ食い物で。手間暇かけたから高いなんて、それ凝り屈だから。うまくて安くて当たり前なのよ、実は。原価なんかそのかかる、まあ、これちょっと、そういうこと言っちゃ失礼かもしれないけど、うまくて当たり前、食い物。ほんとね、あの牛すじうどんっていうの食ったけどね、ほんとそのマスターほっぺたにチューしたかった。ええ、で何にも気取ってないし、その人もほらうまくて当たり前だみたいなね、いやこの程度のうどんで褒められたことないみたいな顔してね、立ち食いうどんで、ああやっぱ文化なんで、それが間違いありません。
何食った？天ぷらうどん。それを言ってない。